はい、皆さんおはようございます。サブルティのトールです。はい、ということで今日は全日本選手権敗者復活戦の日になりました。はい、もう昨日反省動画を上げた通りで、まあドライバーも直したんで、今日はそのエースドライバーを使ってやっていくって、まずはご覧ください。どうぞ。アンラッキー、鍵谷選手、吉田壮太選手、そしてさかなクン徹選手、いきましょう。レディーゴー。おお、早いスタート。成田選手、アンラ選手、さかなか選手、吉田選手、スタート。少しずつ大会スタートともに見えてきてはおりますが、左310付近ファウル、惜しい。275付近、あ、ごめんなさい、ファウルか、入ったか分かりません。左サイド280ファール、あー、いいボールが入ったイメージがどうでしょうか。残り20秒、右サイド方向、安楽選手、高い放物線、成田選手、そして今の開幕、成田選手、安楽選手、吉田選手、さかなか選手のチャレンジ終了です。はい、ということで今動画を見ていただいた通りで、まあ全く前が見えなかったので、まあ3球入ったのか、まあ、2球なのか1球なのかわかんないんですけど、まあ感覚的には多分2球入ったかなっていう感じで、まあ、左打ち出して、まあ、捕まらないフェードみたいな、昨日と一緒の打ち方だったんですけど、まあ、今日はしっかり、まあ、左に行かないでしっかり右に戻ってきてくれたんで、なんとか入ることができました。結果が出まして、自分が 3-2-4 で、敗者復活戦1位通過となりました。はい、ということで、今日も本当キリがすごくて、本当どこ打っていいか分かんないようなあれだったんですけど、その1位だった、もう3球打ったんですけど、今日はもともと3球の平均かと思ってたら、本当1球のロングドライブの競技で敗者復活戦はだったんで、本当1球とりあえず入ってなんとかそのままトップ通過ということできたんで、これから、まあ、ベスト16の、まあ、ベスト16からは個人戦なので、あとはもうそこで、まあ、あと4回勝てば優勝なんで、その4回死に物狂いでちょっと勝ち進んでいこうかなと思います。はい、ということで敗者復活戦の動画は以上になります。じゃあまたね。